一人前の錬金術師目指して一緒に頑張ろうね。錬金術は奥が深いよ。あなたは私に何を見せてくれるのか。冒険ってピクニックみたいです。あてのない流浪の身だ。あなたの旅に同行させてほしい。何でも射抜いてみせるけど、どう？試す？どりゃー！私がいれば冒険は安心や。私に協力してほしいのですか？やめた方が。主様との従属契約を締結。さあ。はいはーい、呼びました？ジーン・オールブライト、求めに応じ推薦しました。どうぞよろしく。狩りの仕事？ぶちのめしちゃうよ。よく狙って、追い詰めた。みんなのおかげだよ。納得しかねる。どうして劣等生の面倒なんかを生徒会長が。アレン君？お邪魔でしたでしょうか。ああ、邪魔だね。君たちのような低能にせっかくのリベンジの機会を奪われるなんて。落ち着きなさい、アレン君。皆さん、やるべきことは理解できましたか？大体は。ガーデンを大きくして施設をたくさん建てて、あとは未知のエリアへの探索も重要な要素ですよ。ガーデンコンクエストは手間がかかる上、危険も伴います。ガーデンを大きくする一方で、前線で戦ってくれるサポーターたちを強くしなければならないわ。そうですよね。呆れたな。ほとんど分かってないじゃないか。アレン君、言い過ぎですよ。君だって初めてエリアを探索した時は人の助けを借りたでしょ。それは確かに。私は生徒会長が彼女たちの教育係に適任だと感じたから任せたのです。それに生徒会長の指導する3人が君の好敵手になるかもしれません。そのくらい楽勝ですと生徒会長も豪語していましたよ。冗談が過ぎましたね。はあ、君たちが僕のライバルに。いいだろう、その挑戦受けて立とうじゃないか。一体どんなガーデンを作るのか楽しみだ。いっちゃい、なんか悪口ばっか一方的に言われた気がするんだけど。いいじゃない、面白くなってきたわ。私たちに負けた時の顔を見るのが楽しみね。皆さん、やる気が出てきたのは大変結構ですが、生徒同士の死闘は禁止です。くれぐれも争うのは
ガーデンコンクエストだけにとどめてください。彼は向上心も高く、決して悪い子ではないのですが、前回負けた生徒会長と競えないことがよほど悔しかったのでしょう。アレン君真面目だもんね。いろいろ準備してただろうし、残念だったんだろうな。まあ彼のためにもガーデンコンクエストを頑張ってもらえたらと思い、生徒会長も皆さんのことをよろしくお願いしますね。私って軽く見られるけど、結構ガチなんで、よろしく。邪魔するやつはこの鞭で引き裂いてやんよ。強くなりたい。わかった。稽古の相手ならしてあげる。探索の打ち上げ版を任せください。美味しい料理を作っちゃいます。頑張ります。